メイです。ピンク、ラテ、D、B、始まるよ。イエーイ。今日の企画は、メイとゆなちゃんのナイトルーティン紹介です。イエイ。ピンクラテ TV でもいろんな子が紹介してるナイトルーティーンなんですけど、今回はただナイトルーティーンを紹介するのではなくて、今日はアフレコしてご紹介していきたいと思います。アフレコちょっと難しそうじゃないですか。どうなることやらって感じなんですけど、最後まで見てくれると嬉しいなって思います。それではどうぞ。ゆなです。今日はめいちゃんのねナイトルーティーンにアフレコしていきたいと思います。知られざるメイ姫の秘密を暴いていこうと思います。用意。何勉強、待って、勉強するわ。私は学年で1位なの。この子の名前はおゴリラっていうの。このフードかぶってる私も可愛いよ。おすすめのパンダと耳が。それじゃあ、待って、私さワーク一緒なんだけど、私お嬢様だけどこういうの飲んじゃうタイプ。好印象、好印象、好感度上がったわ。ボソボソ。ちゃんと勉強するから学年1位になれるんだよ。終わった、終わったもん。それご飯ができるのでゲームします。ゲームしてくるわ。勉強がお友達、あ、フレンドと一緒にゲームをしたいと思います。ハイチュウ、ミニタイモノを食べるわ。私のお気に入りよ。また勉強してるんだけど、はい、発音も大事。はい、ちょっと長い時間ちょっと勉強を頑張ってきて疲れてしまったわ。だからお風呂に入ってくるわ。早すぎるんですけどって言ってます。はい、入ってみます。出ちゃうよ。すっぴんかわいい。なんで勉強します。あ、いいよね、わかる、それ私も好き。無印良品というものを使わせていただくわ。いいよね、わかる。違う、会話しとるみたいになっちゃった。しっとりタイプっていうのを使っていくわ。私も同じの使っていくわよ。もちもちだわ。 OK。 乳液もつけていくわ。これをつけることによって私の美白のプルプルのもちもちの肌になるのよって言ってます。 OK。 スキンケアは終わりです。え、何このドライヤー。あ、違う、ドライヤーした私も可愛い。乾きました。匂い色、いい匂いをつけると夜もいい気分で寝れます。匂いがいいわ。OK ですわ。次はボディクリームを塗るのでお部屋にも塗ります。着替えてるわ。やっぱお姫様はお風呂上がりに着るものと寝る前にでやるものは違うのよ。いいね、わかる。めっちゃいい匂いだよね、それ。私の美脚だ。美脚見てくれるかしら。美肌の秘訣ですわよ。はい、全身できたので次はマッサージ。ゴロゴロするやつ使った方がいいわよ、皆様。朝してからと夜寝る前とかがいい。私もやろう。はい、準備が終わったんで。私の夜ご飯は豪華だわ。え、美味しそう。美味しそう。え、店やん。お店やん。はい、お店だわ。美味しいわ、お味噌汁。美味しそう。あ、違う。美味しそうだわ。巻いて食べるわよ。こうやってつけるのがお姫様流だわ。これすっぴんだよね、本当に。めっちゃ可愛いんだが。美味しい。ごちそうさまでした。明日はもう私、多忙忙しいので寝かせていただきますわ。歯磨いてる時も、何気エクササイズしてますわ。
かわいい。ウィンディックは、はい、エベット、エベットいいね。4時半に、私、4時半に起きなきゃいけないわ。ゲーム、あ、TikTok TikTok 見るんですわ。 A の iPad 落としも欲しい。そろそろ寝ようと思うわ。くまちゃん、かわいいでしょ。私のお姫様のルーティンはどうだったかしら。あ、終わっちゃった終わりましたわ。なんかちょっとさ、いじってやろうかなって思っちゃったんだけどさ、完璧なルーティーンでいいね。なんかちゃんとゲームとかそういうところもやってて、何それみたいな感じで、ちょっとこういうナイトルーティーン送りたいなって私も思いました。え、ちゃんと勉強やってるの偉くない？え、私全然やってなかったんだけど。皆さん、ぜひめいちゃんのナイトルーティーン真似してね真似してるとか言ってはい、続いてはひなちゃんの動画にアフレコしていきたいと思います。それではやっていきましょう。それではスタート。今走ってるんですけど、あ、なんか真っ暗なんですよ。走ってますね。何時かと言いますと5時過ぎたくらいなんですね。なのにこんなに暗いって異常なんですけど、なんか暗いですよ。そう、あの急に変わるし、続いてはあ、スキンケアですね。帰ってきて急に癖が強い動きの、動きがうるさいですね。あ、クロミちゃんのピン、お揃いです。はい、あ、なんかかけてます。これいいやつですよね、多分お母さんが使ってました。あ、なんか青い何これ、青い化粧水かな。なんか青い水です。なんか悲しそうな顔。まあ、とりあえず塗っとこうって感じですかね。はい。なんか もう一つ。歯間パック。これもいいやつだ。なんか蓋が取れちゃってるし。お、笑わないでちょっと。あ、OK です。あ、いいですね。お、めっちゃ売ってる。なんか、動くね。やっとパック剥がしました。マスクしてる時はすごいお肌がツヤツヤになりましたね。はい、スキンケアって聞いた、できてなかった。保湿クリームをとりあえず塗ります。またクリームが、あ、これもシカのクリームですね。肌が白くなるのかな。ちょっと塗りすぎちゃった。なんかティッシュオフします。オッケー。スキンケアが終わりました。次は、あ、メイクをするらしいです。あ、すごい、一瞬で完成。かわいいですね。はい。あ、なんか、ライブ配信までにご飯を食べていきたいと思います。皆さんも見に行ってね、ゆなちゃんの LINE ライブ。はい、何これ、いただきます。ふうふう、しっかりね。はい、パクッと。うん、あ、かわいい肉団子。こういうのもうん、なんかご飯は工夫してちゃんと食べるようにしてるらしいです。なんか健康的なメニュー、うん、美味しい。でゆっくり食べながら休憩しながら9時になったらライブ配信をするそうです。9時から LINE ライブっていうライブ配信アプリを使って私はライブ配信をしているので、その様子をちょっとご覧ください。あ、今配信なのです。はい。ああ、あ、イベント中なので応援してくださいって。あ、今ライブ配信が終わって勉強してきます。偉いですね。テスト週間なうらしいのでちゃんと勉強していくらしいです。
それはもうちゃんとやってるんですけど、テスト週間なのでちゃんとやりたいと思います。ちょっとテストの点を上げるためにね、頑張ってるらしいです。はい、うん、20分くらいやったららしいです、とりあえず、うん、はい、あとでバイバーイ。あ、はい、プルプル出たのでまたスキンケアをします。夜遅いのでパパパッとスキンケアをします。はい、あ、さっきやったメイ、あのケアとほぼ一緒です。とりあえずペペッと塗って、たっぷり、さっきよりたっぷりめに保湿します。本当にたっぷりだな。肌が最近荒れてるので気をつけてます。全然荒れてないけどね。またパックですね。さっきのはなくなっちゃったので、なんか水色のやつね。うん、で5分待ちます。携帯いじってますね。何してるんだろう。はい、だいたい5分経ったので外します。そしたらさっきのまた保湿クリームを塗ります。冬は乾燥するのでたっぷりめに塗っときましょう。うん、またさっきの肌が白くなる的なやつをペペッとたっぷり塗っていきます。こんな塗らないんだけどね。めっちゃ塗るじゃん。あ、唇が荒れるから保湿リップみたいな。すごい、めっちゃ塗るじゃん。はい、スキンケア終わったんで夜遅いからすぐ寝ます。はい、見てくれてありがとう。おやすみ、バイバーイ。お、終わりました。とりあえず美意識が高いことはすごい分かりましたね。しかも勉強もしっかりして、テスト勉強もしっかりして、さすが。皆さんどうでしたか？私も見ながら聞きながらアフレコだったんで、なんか自分何言ってたか覚えてないんですけど、うん、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知音よろしくお願いします。バイバーイ。